はい。あ、ごめんなさい。はあ。あ、いつもの方は？いつもの。あの、この家とかいらっしゃいません？私はもうこの辺3年住んでますが、子供を遊びに来たことはありません。え、飛んでんの？はい。世の中には、パラレルワールドと言われる世界があると。あなたも知らないうちに迷い込んでるかもしれません。私が竹内力です。知ってる、竹内力聞きてんで、ね、竹内力だ。南言うたら私しかおりまへんわ。そんなんないわ。私が竹内力ですわ。だ、嘘やって。嘘。なるわけないよ。マンダーですわ。お前かい。グーグー、恥ずかしい、恥ずかしい。あ、巷で有名な宗教家がまた来たでございます。いやー。兄さん、兄さん、まあ、未だに二次元をめでてるなんて、オワコンですぞ。ちょっと待ってください。二次元をなんでバカにするんですか？二次元をめでるということは、純粋に愛をめでるということ。しかも、見返りを求めない愛が一番素敵なことになります。私はこのアスカ氏を画面を見たり、絵を見てるだけですごく幸せです。絵だとも思ってません。アスカ氏はこの世の中にいるんです。あ、ちょ、兄弟なの？うん、21歳。僕は21。私、もうそろそろ痛い思いさせるぞ、バカにしてたら。私に痛いことをするんですか？もちろん抵抗する。俺も抵抗するよ。拳でな、拳で。あすかし、皆さん今日もご視聴ありがとうございます。なんと僕たちの初のグッズ、はい、オンラインくじが発売中でございます。いろんな商品あります。はい、クリアファイル、はい、ステッカー、はい、マスク、はい、タオル、はい、そしてタペストリーとシャツ、はい、という形で、それをね、くじ引いてもらって、はい、どれが当たるかっていうのをやります。概要欄に、はい、出ますので、はい、ぜひぜひ回してみてください。はい、お願いします。お願いします。これからもシャカナニをよろしくお願いします。お願いします。